皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。昨日はですね、こちら画面に出ております、QD レーザーについて、高値掴みとなる危険性、可能性が高く、危険ポイントが3つありますよと、注意してくださいという話をいたしました。結果は、このようにですね、上にヒゲの長い商用線ということで終えており、高値を掴んで、ロスカットした方もいれば、もしくは高値を掴んで、現在も含み損となっている投資家が多いということが、このチャートから把握できます。特に分足をですね、見ていただきますと、時間帯、今日のこの時間帯ですね、10時から10時半の間、一段上げたところで買った人たちの出来高、非常に多いんですね。このあたりで750円前後で買っている投資家が多いということが言えますので、皆さんですね、この銘柄、買わなかった人は、良かったなということですね。この出来高、多いですね。これ買って持ってる人たちが多いということですね。さて、今日は見逃し厳禁。明日用のですね、注目銘柄、超有望株はこれということで、1銘柄、皆さんにお伝えをしていきます。その銘柄はですね、こちら、今日が初値形成、上場2日目となります。5570のジェノバとなります。こちらを見ていきたいと思います。この動画がですね、皆さんの心に少しでも響いたら、ぜひいいねボタン押してください。また今日ですね、最後にデイトレガチライブ配信についてのご案内もあります。参加特典がついてくる、無料のものになっております。パソコンでもスマホでもリアルタイム、YouTube とかで見るとですね、時間差若干生じるんですけれども、それがない、ストレスのないリアルタイムで見ることができる生配信になりますので、ご興味のある方は概要欄からお申し込みいただければと思います。では早速、このジェノバについて見ていきましょう。このジェノバの事業内容はですね、GNSS 補正情報配信サービスとなります。で、GNSS というのは何かと言いますと、一言で表しますと、衛星測位システムのことになりまして、GPS、皆さんご存知ですよね、GPS。GPS を含む人工衛星で自分の位置を調べることができる仕組みの総称、これを意味します。GNSS ですね。グローバルナビゲーションサテライトシステムの頭文字を取って GNSS ということですね。ジェノバですね、2002年1月の創業ということで、測量業のお客様を主体として長年にわたり一貫して、高精度な位置情報データの安定供給により多くの公共事業等で生産性向上に寄与していったということですね。で、あとはビジョン等についていろいろ出ておりますので、こちら従業員が2023年2月末現在18名という会社になります。遠隔についてもこちら表示されておりますね。では次に、このゼロはテクニカル面でも見ていきましょう。今日ですね、初で形成しましたので、1日の流れを分足メインで見ていきます。このジェノバはですね、東証グロース上場の銘柄となります。で、同じジェノバという銘柄がですね、去年の暮れに上場した銘柄がありますけれども、9341ですね。この銘柄とは違う、全く業務内容も違う銘柄となります。こちらのジェノバは上場してから右肩下がりということですね。高値切り下げの銘柄となります。で、一方でこちら5570というのは、今日初値形成、昨日上場の銘柄となります。公開価格ですね、470円、上場は4月18日の昨日、初値は今日の19日、2106円でスタートしました。公募価格費プラス1636円で値がつきましたね。昨日は売買不成立ということで、公開価格470円に対して2.3倍に当たる1080円に切り上げた状態で終えているということになります。そして今日ですね、初値形成19日ですね、2106円で寄りました。公募価格費プラス1636円で値がついたということになります。こちら、分足で見ていきますと、このような形ですね。3分で見ていきましょう。このような形ですね。特買の状態が前場、続いて5番ですね。ようやく値がついたということになります。1時過ぎ値がつきましたね。で、その後大きく買われましたけれども、一気に売り、利益確定の売りに押されてストーンと、その後陰線ですね。今日の午後1時半にはもう陰線ということで、上髭陰線が出て、
その後揉んでおりまして、もう一段2時半過ぎに運用される場面がありましたが、結果的に2時40分以降ですね、一気に飽きない伴いながら一段高となっていきました。こちらリアルタイムで見ていた方、私も見ていましたけれどもね、勢い強かったですね。1分で見るとこのような形です。一気に40分以降買われていきました。しかも飽きない伴いながらの上昇ということで、非常に強い押し目を作らない状態でぐん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 上げていって、今日終わりには2255円、今日つけた高値が1分前ですね、2時59分に2300円をつけた状態で今日をジェノバ終えております。この勢いの強さから見るとですね、先日上場しました9348アイスペースのようにさらなる高値を捉えに動いてもおかしくない銘柄となりますので、皆さんエントリーの明確なチャンスが明日来た時にですね、信を持って入っていただいて利益を確定させていきましょう。まずは今日の上ヒゲの箇所ですね、2300円どころをまず明日突破することが最低条件となります。必須条件といいます。商い234万6600株ということで商いともなっております。明日のストップ高に関しましては2255円ですので、500円が上限となります。上限に500円ということで、ストップ高の場合は2755円となります。明日の上限が2755円となります。このまま一気にですね、上髭を消化しながら上げていくことも考えられます。最初からもギャップアップでですね、スタートすることも考えられます。売りに押されてから波打ちながら上げていくことになるか、あるいはもう買いが集まりながら上昇していくのかというのも見極めながらジェノバですね、トレードしていきましょう。以上、明日の超有望株ということで、このジェノバ5570を取り上げさせていただきました。このチャンネルではいろいろな銘柄をチャート分析していきますので、皆さんが気になる銘柄があり、分析してほしいという銘柄があればですね、コメント欄に銘柄番号ですとか、一言、感想なども合わせてですね、いただけたら幸いです。ぜひ皆さんの積極的なコメントお待ちしております。なお、冒頭でお伝えをしましたガチライブですね、デイトレガチライブについてお伝えをさせていただきます。日程が決まっております。4月24日月曜日、明日で4月28日金曜日ですね。こちら両日ですね、希望する方は見ることができます。もちろんどちらかだけでもですね、24日の月曜日だけでも可能です。配信時間は8時50分からトータルで10時半までとなっております。ただし参加条件はズームですね、使ったカメラオンの状態としていただくことということになります。参加特典としてはデイトレ銘柄選び完全マスターテキスト、これは総ページ数104ページということですね。こちらを特典として、無料特典として付けさせていただきます。なお、このデイトレガチライブについてご不明なことなどありましたら、ぜひ皆さん事務局の方にお問い合わせいただければと思います。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録といいねボタンよろしければ押してください。また皆さんからの感想などお気軽にですね、コメントいただけたら幸いです。最後までご視聴いただきまして皆さんどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。